真ん中が霊体の周波数です。霊体が天、人、地、つながっています。元からつながっています。つながっているということに意識を向けます。白いのは体のボディの波動です。ボディと、チャクラかな、チャクラと共鳴する波動です。霊体とボディ、八角形、宇宙のエネルギーを一番受ける形の建物で、今、幽体とボディの波動を響かせています。調和、すべては調和。もうなりたい自分になれる。それを自覚している人はかなり増えてきています。あなたの幽体、ボディ、アーカイブも含めて今この動画をご覧になられている方々は、このシャスタのこの地の天地人がつながったこの周波数を今デバイスを通して体で感じています。耳で感じている周波数は、限りがありますけど、それ以外の周波数は全部細胞で聞いています。確実に聞いてます。耳で聞こえてる音だけが、全てではなくて、耳で聞こえてるとは、感じた。耳で聞こえてるのは、全過聴領域の 0.00000000001% しか聞こえてません。はい。その聞こえてる世界が全てだと思ってると、ね。やっぱり、いっぱいいっぱいになっちゃうんですよね。はい。なんで、それ以外に全然聞こえてない、見えてない世界が周りにあるって、それを自分で自由にできるって、幸せをどんどん選択できるって考えたら、
ね、どれだけ楽しい世界が待ってるかっていうことなんですよ。うん、それを選択したい人は選択できる時代に今なってきてるんで、はい。それすらも全て自由意志です。はい。ね。響かせます。幽体。幽体とは気。気そのもの。あなたの気そのもの。あなたの肉体の数倍、数十倍、数百倍。時には数百倍に。膨れ上がるエネルギーの気体、それが幽体。ご先祖様、神々、八百万の神々、天地人、すべてとつながってる幽体、植物の根っこをイメージしてください。あなたの肉体は目に見えない植物が、植物の根のような無数に生えてます。すべてつながってます。フェアリーも、ワラシアも、竜神も、神々も、植物も、すべてが楽しい、幸せな世界、心が豊かな世界。T 社がね、意識のエネルギーをクリアリングするみたいな感じかな。ね。この音がね、この波動がね。で、こっちがボディでしょ？白い方がボディって教えていただいて、うん、そっかと思って。
天地人、矢坂。